い、皆さんこんにちは。今日はおかあさんといっしょのぼよよん行進曲についてですね。作詞作曲は中西恵三さんとなっていますね。この曲は皆さんご存知の通り、おかあさんといっしょの一番人気の曲と言っても過言ではないんですよね。実際にランキングを取ってみるとぼよよん行進曲が1位ということは多数あるので、それでもいいと思います。今回は久しぶりにぼよよん行進曲がファミリーコンサートで歌われたんですが、これに一緒に見ることができた方はとても羨ましいなと感じますね。はい、今日はおかあさんといっしょのぼよよん行進曲についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。